どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もまたこの小さなウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ今回はリサさんの歌グレンゲという曲をやりたいと思います。この曲は鬼滅の刃というアニメの、タイトルソングでございまして、このちっちゃいウクレレでガズレレでやってみようと思います。いつものように2バージョン、最初のバージョンは初心者様でもなるべく簡単にできるようにしたガズレレ流シンプル簡単バージョン、後半はあの疾走感ぐいぐい迫る感じ、かっこいいバージョンやってみようと思います。2バージョン最後までご覧になってください。さあウクレレ音楽や始めませんか。聞くのもいいですよ、カラオケ歌うのもいいけれど、演奏、楽器の演奏しながら歌う、これほんとね最高なんですよ。でね、楽器って難しいっていうイメージ終わりの方、ウクレレいいですよ。簡単なんです。ゲームも4本しかないし。ぜひ始めてください。今これご覧になってるガズレレ YouTube チャンネルを見ているだけでどんどんできるプログラムになってますからね。もうちょっとしたらここら辺にリンクを貼ります。このリンク先で初心者レッスンのここというところにジャンプしてもらって、順番通りに動画をガズレレ YouTube チャンネル見ながらウクレレ触ってるだけで、あれ私もうできちゃってんじゃないってすぐになりますから。しかもこれ YouTube ですからね。いつでもどこでもスマホでもね、ちょっとした隙間時間に無料でできます。はい。じゃあリンクあります。初心者の人はここ行ってらっしゃい。クリック!行ってらっしゃい。そこには、私が今まで取りためたありとあらゆる音楽がウクレレで簡単に弾けるようにしているレッスン動画として、800曲以上もうすでにアップロードされております。今日みたいにアニメソングはもちろんですけれども、最新 J-POP、定番 J-POP、昭和の夏メロ、演歌、洋楽、ハワイアン、アニメソングもいっぱいありますから、ぜひ皆さん探してください。さっきのリンク先のところに行くと検索できたり、ジャンルボックスから探せたりするようになっております。ぜひ音楽始めましょう。じゃあ行きます。グレンゲ、ガズレレ流シンプル簡単バージョンの方からやってみます。僕を連れて進め。だって消せない夢も止まれない今も、誰かのために強くなれるならありがとう悲しみよ、世界に打ちのめされて負ける意味を知った紅蓮の花よ、咲き誇れ運命を照らして、リサさんのグレンゲ、ガズレレ流シンプル簡単バージョンの方をやってみました。今の聞いていただいて分かったと思うんですけど、ショートカットバージョンです。一番のずーっと最初から一番の A メロ、B メロ来て、サビに行って、最後エンディングのところで終わったという、オリジナルショートカットバージョンでお届けしております。フルでやりたい方、こう書き出していくと、できると思いますね。オリジナルのノートを書き出してください。はい。で、テロップと一緒に演奏できた方、その方もやっぱり自分でノートに書いてね、その自分だけで演奏してみるのをおすすめします。で、ちょっとノートを私のその時の参考になるように見せようと思うんですけど、結構これ長い尺でございまして、注意点はですね、こっから、どこだろう、このサビのね、サビから普通の大きさになるんですけど、こっからここまでちょっとちっちゃく撮ってますんで、このワンブロックがちっちゃいです。ここで1ブロック、2ブロック、3ブロック、4ブロック。要は、ね、
ちょっと場所を節約のためにこう短く書いてます。で、サビになったからこの一個のブロックが大きくなりますんで、ちょっとその表記の仕方だけちょっと最初確認しておきましょう。で、いつものことなんですけど、このぐるっと囲ってるところは、後半やるかっこいいバージョンで弾くところなんで、これなんかよく見ると、Am と G7 のリフって書いてあります。これ後で解説しますね。では、ひとまずはちょっとこれメモっていってください。はい。ちょっと。よくわからないという方は、動画のテロップを一時停止してね、デモ演奏の。それをメモってもくださってもいいと思います。これ伸ばすとかね、はい、書いてありますけれど。はい。この辺もダダダダとか書いてある。後で解説しますね。キメが入ります。で、こっからサビになりますが、こっから普通の尺印まであります。これ言葉がいっぱい詰まってるんでね、これちょっと長めに撮ってますということでございます。はい。ここにも書いてあるね。Am と G7 のリフ。こっちは Em7 と D7 のリフ。後で解説しますよ。で、ここを繰り返して、最後終わったということになっております。で、出てくるコードです。今やったシンプル簡単バージョンはこれ。Am と F と、G7 と E7 と Em7。この5つ、コード5つで今の、グレンゲ、できちゃいました。この5つなんですけど、あともう1個ね、かっこいいバージョンの、この、まあ、決めというかリフというかで、一瞬出てくるコードが D7 があります。で、これも一緒にね、今日6個のコードとして覚えてもらいたいんですけど、この覚え方がですね、これなんですよ。ガズレレ必須コードというコードの仲間内のグループです。このガズレレ必須コードというのは、ウクレレにとって、めちゃくちゃ仲良しで信用性があってすごく使える心強い仲間のグループです。コード10個ぐらいのグループなんですけど、ね、10個もあるのかと思うじゃないですか。でもこれは覚えてもらいたいです。1個ずつ見るとね、1本指で押さえられるコードも結構入ってまして、簡単なんですけど、10個覚えるってことが結構ポイントでございまして。その時にね、頭にスッと覚えられる方法があってですね、わかりやすく覚えるのがこれ楽しく覚えるのがいいことでございまして、私が解説動画撮ってます。ここにリンク貼っておきます。ここで楽しく覚える。これがポイントでございます。その中の今日は5個プラス1、6個ですんで。はい。これはコードは入門コードだけでできますからね。やりましょう。どんどんやりましょう。はい。それではかっこいいバージョンの解説に入ってきます。さっきも言ったんですけど、かっこいいバージョンではその D7 というコードをね、ちょっとフレーズの中に入れるということなんですけど、まず基本的なビートですね。これ、疾走感満載の16ビートのチャです。こんな感じです。泥だらけの走馬灯にラブ、かっこいいでしょ。これはなかなか難しいリズムなんですけど、16ビートのチャ、純粋チャ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 、これでこうドラムの役割を果たしているという弾き方でございます。あとですね、この曲ですごく印象的なところがあるんですけど、このフレーズです。強くなれる理由を知った僕を連れて、次ですよ、進め、かこれやりたいでしょ。ダダダダダダダカカカカ、これがさっき言った、Am とG7 のリフってやつで、ででででチャカチャカででででチャカチャカってなっていきます。まずこれね、ここの解説をしたい。これここにも書いてあるんだけど、ドードタータドードタータチャカチャカです。ひらがなで、あ、カタカナでこう書くと分かりやすいかもね。で、ここ1,2,3,4で書いてあるでしょ。ででででででチャカチャカでで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 チャカチャカ、ドードタータドードタータチャカチャカ。これで言うとドードが Am、タータが G7 ですね。これで言うとね、Am と G7 だと。で、ここの、サビの真ん中ではね、同じフレーズで Em7 と D7 のリフっていうのを言ってみます。そうすると今度はここの、ドードが E7 になって、タータが D7 になると。そういうリズムでございます。ちょっとゆっくり分析してみましょう。まず Am と G7 のリフね。ダーダアップで G7。ダーダ G7。ダーダ G7。次。これね、左手触るだけです。触ってどこでもいいですよ。カチャって言わせる。はい。これです。カカカカ。カッティングって言わせるです。カッティング。カカカカ。触るだけよ。触れるだけよ。触れるとこうやって押さえちゃうと、音出ちゃうからね。押さえちゃダメ。触れるだけ。はい。これ今日一番難しいと思うね。このリフがね。あ、リフっていうのはこういうフレーズみたいなことを言います。で、もう一個のやつは Em7 と D7 のリフも。ちょっ
ょっとここだけで聞くとなんか変な感じするけど、曲の中で聞くとね、結構すんなり収まります。そこ出てくるかというと、ありがとう、悲しみへ。こんな感じです。でで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 、チャカチャカ、でで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 、チャカチャカ。こんな感じで。連続技が入るところがあります。結構これはね、できたとしても、テンポが速いでしょ。これがね、なかなかこう、速さに追いつけないと思う。手首をすごい柔らかく、こう、しなやかに使わないと、やっぱりこれはなかなか難しいと思います。でで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 、チャカチャカ、でででだだでででだだ、チャカチャカ。はい。このリフ、2箇所、3箇所ありますんで、入れていきましょう。で、そういうわけでリズムなんですけど、16ビートのチャート、今言ったら決めるところでカッティングが入るんで、この2つのリズムが出てきます。この弾き方、ここのリンク、参照してください。このリンク先は、ウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中から16ビートのチャート、カッティングの動画を見て、ちょっとやってみてください。ちなみに、カッティングはですね、本当に、こう腰を落ち着けてやらなければいけないこう技なんですけれども、16ビートのチャットリズムはストロークの中でも結構ほんと最高峰の難しさでございまして、まず8ビートができるようになってから8ビートのチャっていうリズムをマスターして、その後16ビートマスターして16ビートのチャという、だんだんこうステップアップする形で覚えていってもらいたいリズムでございます。この疾走感がやっぱね、この曲はもうやっぱりかっこいい、グイグイこう力強く前進していくという感じが表現できるといいと思います。あとはですね、サビに行く前にダッ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 とかテロップにも書いておくんですが、決めが入って盛り上げていこうと思います。こういうところですね。ダッ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 、これテロップにもね入れておくんで、あと途中で止まるとか伸ばすとかそういうところもテロップ入れておくんで、そういうこともちょっと注意しながら、やってみてください。はい、さっきも言ったんですけど、このエネルギーというかこうグワーッと突き進むイメージ、これがいいと思います。よっしゃ。それでは行ってみましょう。グレンゲ、ガズレレルかっこいいバージョンやってみる。ワン、ツー、スリー。強くなれる理由を知った。僕を連れて進め。このずーっとこう突き進む疾走感で、疾走感でこうスピード感満タンなんですけど、ガチャガチャしてなくやるのがポイントです。ガチャ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 ってなるとなんかもう散らかっちゃうんです。これで結構まとまってるんですよね。あとこの辺のやつとか結構やっぱ難易度は相当高いと思いますが、楽しんで思いっきり歌いましょう。ありがとうございます。ガズさんですけど、この小さいウクレレ持って全国でイベントやっております。あと、このウクレレも予約販売開始しておりおったりですね。楽譜の本、ベストセラーになっている本の情報と、ガズレレの最新情報、この後引っ付けておきます。ご覧になってください。どうぞ。はい、そういうわけで、ひとまずはこのガズレレ .com で最新情報をチェックしてください。ガズレレホームページのリンクもここに貼っておきますからね、よろしくお願いします。さて、ガズレレイベント情報、11月は、宮崎行きますよ、宮崎。はい、宮崎の方以外にも、
日本中からこう集まってくるのはいかがでしょうか。なぜかと言いますとですね、これ見てください。あの今予定されているものはあのこのソールドアウトになってしまいまして、今ここだけがまだチケット販売中です。皆さんありがとうございます。よろしくお願いします。はい、この後もどんどんイベント増えてきます。今のところの情報はっていうところなんで、ちょっとフォローしておいてくださいね。ホームページなのでよろしくお願いします。あとこのウクレレの情報、これベトナムで作ってるガズのわがままウクレレ、クラウドファンディングでももう大変なご支援をいただき大ヒット中でございます。で、事前販売予約ホームページを立ち上げたところ、もうあのありがたいことでそこもちょっとソールドアウトになったんですけど、もうすぐ 2,3 日でまた新たな在庫確保できる、またそこ動き出すので、ちょっとフォローの方引き続きよろしくお願いいたします。あとインターン、ベトナムに行く半年間のインターン10月いっぱいであの募集締め切ったんですけど、10名様ほどの募集をいただきまして、これからちょっといろいろ面談に入っていくという流れにおりまして、またその辺もシェアしていきたいと思いますのでよろしくお願いします。はい、ガズさんですけど本をいっぱい出してます。まずこれ、リットミュージック社から出ている100曲入りのめちゃくちゃ簡単なウクレレあのソングブックです。よろしくお願いします。あとはね、週の友社からこういうあのガズさんのいい話が載ってる人生のことを語ってる本も出てますんで、主婦の友社からそんなのもお願いします。ちょっとここでちょろっと告示していただきますと、私のサブチャンネルやってるんですよ。ガズトークというおしゃべりばっかのチャンネルです。ガズトーク、もし興味ある方ぜひ覗きに行ってください。結構面白いですよ、自分で言うなって話ですけど。はい、お願いします。あのブログとかもホームページで書いてますんで、いろいろと探ってみてください。音楽は音楽だけじゃなくて、こうライフスタイル全体に関わるんで、そんなことをまとめてガズレではシェアしていきたいと思います。よろしくお願いします。それでは皆さん、ごきげんよう。バイバイ。